おっす、マリサだぜ。前回もたくさんのコメント、サンキューな。2回も作った方がいいってコメントがあったから、早速作ってみたんだぜ。豆腐建築なのは、気にしちゃダメですよ。なんだか、アパートみたい。そうか、じゃあそろそろ家賃でも徴収するか。私たち、お金とか持ってないし。ああ、任天堂スイッチが欲しいな、チラチラ。お前ら少しは働け。シンクの大地まで来たんだぜ。次はイーターオブワールドを攻略した方がいいってコメント来てたんだが。どうやらこのワールドには、邪悪な大地が存在しないみたいなんだぜ。なので今回は、クプルフの脳みそを討伐しに行くことにした。前回は目玉で、今回は脳みそか。ちょっと、気持ち悪いな。ということで、シンクの大地に決戦場を作ったんだぜ。雑魚が入ってこないように、今回はサイドを塞いでみた。でもまだ召喚アイテムを持ってないんだぜ。とりあえずどんなやつか、ちょっと見てくるか。地下は雲がたくさんいて、ボス攻略は難しそうなんだぜ。倒しても倒しても、キリがない。さあ、どんなやつか拝ませてもらうんだぜ。お、なんだこれは、たくさん何か飛んでるぞっていうか気持ち悪い。あ、消えたぞ。診察かよ。戻ってきたら、拠点がゴブリンに襲われていたんだぜ。お、右下にゲージが出てきてるぞ。なるほど、100匹倒せばいいんだな。なんだこいつらは。これはきっと、ゴブリンなりの回復祝いなんだぜ。そんなわけないだろ。結局この後100匹倒したが、特に何も起きなかったんだぜ。マリサ、どうやら地下で縛りプレイしてる仲間がいるみたいだよ。それは単純に捕まってるだけだと思うぞ。ウルフの脳みそと戦うために、装備を整えたんだぜ。だからここで戦うなって言っただろ。近接でゴリ押しできるくらいまで防御力が上がったから、お前らにこの防具の凄さを見せてやろうと思ってな。見せびらかしたいだけだろアホか。じゃあ早速、クプルフの脳みそを召喚するんだぜ。今使ったのは、赤い雨を降らせる魔法なんだぜ。この魔法は、雑魚には使いづらいが、ボスには効果的かもな。この小さい面玉、かっこ、クリーパー、こいつがなかなか厄介なんだぜ。今は防御力が高いから当たってもなんとか耐えられるが、さっきは瞬殺されたからな。このブロッケンジュニアのベルリンの赤い雨のおかげで、かなり戦いがスムーズになってるんだぜ。しかしこれは1分しか持たないから、その都度使っていく感じだ。とりあえずクリーパーを蹴散らすまでは、本体には攻撃できないんだぜ。それまではこの赤い雨を盾にして、戦っていく感じだ。では第2形態まで、ちょっと倍速。話は変わるが、この実況動画を見て、テラリア始めたってコメントが来てたんだぜ。これは実況者として、とても嬉しい限りだ。ちなみにテラリアは、スマホから据え置き機まで、いろんなハードで販売されているんだぜ。ちなみに私は PC 版を500円で購入したんだが、まさかここまで面白いとは、思っていなかったんだぜ。クリーパーを片付けたぞ。どうやらこれが、第二形態というわけか。脳みその中に気持ち悪いのがいるぞ。これはかなりの、ゲロゲロなんだぜ。今の武器の攻撃力は低いから、なんとかこの赤い雨で、ダメージを稼いでいるんだが。こいつの体力、エキスパートだと、1700もあるんだぜ。ノーマルだと1000だから?これはちょっと、長期戦になりそうだな。っていうかさっきから、残像剣みたいなの使ってきてるぞ。すごく目が疲れる技だな。敵の攻撃力が強いから、なかなか近づけないし。とりあえず中央に行って、赤い雨に頼るんだぜ。あ、ちなみに今回は、三段ジャンプにしてあるから、空中での切り返しができて、かなりいい感じで動けるんだぜ。うわぁ、なんか分身の仕方が変わってきたぞ。っていうかどんどん近くなってきてない?ノーマルだと分身しないみたいだけど、これがすごく厄介なんだぜ。あとこいつの体力は500くらいか、あともう少しだな。いやちょっと待てよ、前回のクプルフの目玉、体力がギリギリになると暴れ回ってきたからな。ほらやっぱり、分身の色が濃くなって、見分けがつかんぞ。じゃあそろそろとどめだ。最後はこのアイスブレードで、かっこよく決めてやるんだぜ。赤い雨に持っていかれた。といったところで今回はここまで、次回は、イーターオブワールド、こいつを攻略していくんだぜ。ではここまでご視聴、ありがとうございました。そういえばアイテム、何が入ってるんだろう。
これは頭装備か、気持ち悪いんだぜ。アイテムなんて、なかった。